翔太ケイタチャンネルチャンネル来ましたーよーす、皆さんお元気でしょうか。元気でーす。はい、俺も元気でーす。体調お変わりないでしょうか。元気でーす。はい、今回はですね、まあ、斉藤啓太から重大なお知らせと発表がございます。おっ、あ、それめでたいです。あ、まあ大丈夫。あ、よかった。とりあえずありがとうございます。いや、今なんかみんな結構予想してると思うんですけど、うん、まあそれではなく、まさか、それではなく、まさか、まあ今まで芸能生活22年ぐらい、そして今やっている内装の仕事が3年ぐらいやってるんですけれども、はい、この2021年から、内装屋さんとして一人で独立することになりました。うん、お、ありがとうございます。ありがとうございます。独立するんですか。はい、今までは一応親方のところで、うん、まあ教えてもらいながら、明日こういう現場があるからねとかっていうので行ってたりしたんですけれども、はいはい、2021年から今見ていただいている方のお願いだったりとか、まあ、それ以外のお家の張り替えだったり、うん、店舗のリフォームだったり、そういうのを今後ともやっていきたいなと思うんですけれども、そもそも僕がやってる仕事、内装業っていうのはどういうものかっていうと、まずこういうクロスを、古いクロスから新しいクロスに変える仕事だったりとか、一面だけアクセントクロスっていうクロスに交換したいっていう人の。アクセントクロスって何ですか。例えばじゃあここが黄色とか、うん、まあ柄、お花だったり、うん、今写真をクロスにすることもできるんですけれども、そういうデジタルクロスのに貼り替えたりとか、うん、ここからここだけをそうしたいとかね、とか、うん、まあ要はこの壁から壁、うんうんうん、隅から隅まで変えたい。であとトイレ洗面の床だったりとか、うん、まあ CF って言われるクッションフロア、古くなったクッションフロアを変えたりとか、まあ壁一面エコカラットにしたいとか、うん、あとまあダイノックシートって知ってる。ダイノックシート、四角、うん、こういうテーブルとかの天板に貼ってあったり、トイレとかに貼ってあったりするような扉の木目調だったり、ちょっとこう艶があるシートみたいな、フィルムみたいなやつを施工したりする仕事も普段やっているので、まあ自分の部屋ちょっと古くなったからクロス変えたいなとか、壁一面だけ明るくしたいなとか、ここの床変えてほしいとか、まあそういうお願いがありましたら、ぜひ概要欄の方に僕の方の、アドレスを貼っておきますので、お気軽にメール、こちらの方にちょうど出てるかな、書いてありますので、あと概要欄にもありますので、お気軽にまず予算だったりとか、これはできますか、あれはできますかっていう気軽にメールを送っていただければ、僕は返信しないんですけれども、まあうちの人がちゃんとメール返信してやりますので、よろしくお願いします。それって僕が頼んでもやってくれるんですよね。やりますよ、もちろん。それちなみに、うん、ケータ内装みたいな感じですか。そうです、斉藤内装っていう、一応斉藤内装、アドレスもそうなんですけど、うん、斉藤内装っていう一応アドレスです。斉藤内装、はい、なるほど。じゃあ今度僕陰は踏んでないんですよ、うん、はい、斉藤内装、うん、はい、じゃあちょっと何かあったから、はい、斉藤内装さんの方にお願いすればよろしいですか。任してください。あ、すいません。そう、それで安く見積もってくださいね。はい、その施工なんですけど、必ずこれは僕が行って皆さんのお家とかお店とか綺麗にさせていただきますので、気軽に気になる点とかあったらメールしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。あと何か聞きたいこととかない？ちなみにこの後ろの壁一面をやるのに何日ぐらいで、うん、ここの壁一面、まあここの部屋、だいたい今8畳から12畳ぐらいの部屋を1部屋変えるのにだいたい1日かかります。うん、1日で全部これだったらできる。いや結構これきついかも。まずは剥がさないといけないから、うん、これだったらまあ2日ぐらいは欲しいですね。あとやっぱこういうはばき、下の方に積んでる、うん、これは木はばきっていうやつなんですけど、剥がさないといけないですね。そう、クロス剥がすときに木はばき、うん、まあこれはそのままでも取っても全然いいんですけど、こういう僕は一応ソフトはばきとか施工普段してるので、うん、まあそういう割れちゃうねこれね。もしやってほしい方とかいれば僕が作業しに行きますので。あとちなみに
この12畳ぐらいのお部屋で、例えば2日間、まあそれこそクロスの材料とか多分いろいろあると思うんですけど、そのメーター数次第で金額ってやっぱり、うん、あとこういう広いところだったらいいけど、すっごいやりづらいところトイレとかね、やっぱあるから、うん、そういうのはあの気になる方はまあメールしていただければ何でもあの返信いたします。で、もし可能であればこの翔太啓太チャンネルのカメラを、一緒に連れて行って皆さんのお家を直すところを翔太啓太チャンネルにアップしていただける方も同時に大募集いたしますので、うち YouTube の撮影やっても大丈夫だよっていう方は、うん、あの一緒に翔太も連れて行きますので、その時はちょっとこっちかかっちゃいますけど、はい、よろしくお願いします。かかんないです。たくさんの、メール、お便りお待ちしてますので、どんなことでもいいですのでどんどんメールしてきてください。ちょっと僕も頼んでみようかな。いやもう全然、あとまあ今度今撮影しているカメラマン編集のお家もちょっとやろうかなと思ってるので、そのうちやろうかなと思ってるので、うん、まずどんな感じかとかね。そっちは俺何すればいい。剥がして剥がすのかい。剥がしてノリ引っ張って、はい、カッターあれば、はい、そんな感じでやっていきたいと思いますので、今後とも斉藤内装よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの弟ありがとうございます。じゃあこんな感じで、うちの弟よろしくお願いします。報告終わります。うちの弟